大人も子供もお姉様、ごきげんよう。うる。はい、ということですね。今回は、こちらの折り紙コマ、こちらを使って、皆さんに、学校で遊べる、簡単なね、折り紙ベイブレードの作り方を紹介したいなと思います。ということですね。今回、こちらの折り紙コマを使用するんですが、実際ね、普通の折り紙で作れるんで、皆さんね、ぜひとも今回この動画を見て、折り紙コマの作り方を学んで、学校でね、ちょっと遊んでみてはいかがでしょうか。で、まあ、この折り紙コマを使うと、まあ、このようなね、柄付きの折り紙入ってるんで、まあ、かっこいいコマが作れますよっていう形になってます。まあ、今回はね、これを使って作っていきたいなと思います。では、すべてに共通する軸の作り方です。まず、三角に折り筋をつけます。もう片方も同様に折り筋をつけてください。その後、向きを変えて半分に折り筋をつけます。逆側ももう一回折ってください。そしたら4箇所中心に合わせて角を折ってください。そしたらもう一回中心に向けて角を折ってください。4箇所また中心に折らせんのか。そして再度しっかりと折り筋をつけ直してください。つけ直すのは大事。そして次はつけた折り筋を使ってこのように折りたたんでください。名称は分からないけど、まあこんな感じ。そして最後にこのように綺麗に整えたら完成です。軸が完成しました。じゃあ次はこのかっこいい紙を使ってコマの内側を作ります。普通の折り紙でも大丈夫だから。さてと、裏返したら三角に折り筋をつけます。これは全ての基本だから。そしたら向きを変えて半分に折り筋をつけます。軸と同じことやってんね。したらまた角を中心に合わせて折ります。通称角っちゅ。できたら裏返して角を中心に合わせて角っちゅ。そしたら再度裏返して角を中心に合わせて折ります。で、また裏返して角と角を合わせるようにして折ります。しかしこいつ折るの下手だな。ただまあこれで内側が完成いたしました。そしたら次は外側を作りましょう。さて、外側の作り方です。例によってまず三角に折り筋をつけます。ちゃんともう片方も折り筋をつけます。次に半分に折り筋をつけます。この工程は軸と内側と同じですね。次に裏返してから角を中心に合わせて折り筋をつけます。角っちゅですね。そしたら縁を真ん中の折り筋に合わせて折ってください。そのままもう一回真ん中に合わせて折ってください。次はめくるようにして縁と縁を合わせて折ってください。次はちょっと難しいのですが、角をつまんで
引き出すように折ってください。ちょっとこのような感じで広げる感じです。最終的な形を参考にしてどんな感じかちょっとゆっくり見てみてください。このような形になれば OK です。そしたら横向きにして縁を中心に合わせて折り筋をつけてください。そしたらこの状態から角を反対側へ折ってください。このような形です。そしたらもう一回縁を中心に合わせて折り筋をつけます。お次がなかなか難しいんですけど、つけた折り筋で縁を広げて起き上がってきた部分をついている折り筋で潰すように折ります。何言ってるかわからないと思うんだけど、この動画の通りにやってもらえばできると思います。こんな感じになれば OK です。次にこちらの2つの角を中割り折りします。ちょっと分かりづらいんですが、ゆっくり折ってみるので参考にしてみてください。この形になれば OK です。そしたらこちらの羽の部分をこのように折ります。最後にこの部分をこのように小さく折ってあげて少し補強すれば完成です。こんな感じになれば外側はできました。そしたら最後に組み立てましょう。一旦このように全て用意してもらったら、先ほど折った外側の折り紙を戻します。中心にこのようにひし形に内側の折り紙を入れて元に戻します。折り筋がついているので、まあ意外と戻せます。そしたらこの動画でいう赤いこの部分を外側に広げます。最後にこの部分を少しこのようにして隙間を空けてあげます。その隙間に軸を差し込んであげれば完成です。かなり下手ですね。はい、じゃあ実際にね、この出来上がった折り紙コマ、こいつをね、ベーススタジアムで回してみたいなと思います。ここのね、軸を持って回すんで、回してみましょう。3、2、1、ゴーシュ。おー、いい感じ、いい感じ。結構回るね。おー、いい感じ、結構回るわ。このね、手首をスナップさせる感じで回すと結構回りますね。まあ、ベーススタジアムちょっと湾曲してるから、まあちょっと回りがね、悪いっていうのもあるんですけど、机とかだったらさ、これ結構回るんじゃないかな。ね、ここ、まあ、要はここのドライバー的な部分。ここをもうちょっと尖らして作ってあげると、もっと回りやすくなるかもしれません。あとはね、まあ、セロテープとかでこういうとこ補強してあげると、まあ、結構強い感じのベイが作れるんじゃないでしょうか。っていうことですね。今回はまあ、折り紙で作った折り紙コマの紹介でした。皆さんもね、ぜひ作って学校とかでね、これでバトって、あと他に
まあ、作り方をちょっと変えれば、もっとオリジナルなね、自分の折り紙ベイが作れると思うんで、ぜひとも作ってみてはいかがでしょうか。ということで、ココラでした。またね。動画を最後まで見てくれたナイスな君に、もう一点お願いだ。スマホを使ってるかい？そしたら、下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンだって？そしたら、左下のチャンネル登録ボタンをクリック。あ、君たち、ツイッターやってる？僕はやってる。重要なことは、すべてツイッターでつぶやいてるから、コアラーな君たちは、ぜひともフォローしてやってくれ。じゃあ、今日も本当にありがとう。次回またお会いしましょう。See you next time.